8月8日から13日にかけて、学生担当委員会主催の高校3年生ジョイアススタイルが2回に分けて開催されました。高校3年生を対象に初めて行われたこの企画は、新型コロナウイルスの影響でさまざまな行事が中止になる中、小島で仲間と共に教えを学ぶ場を設けたいとの思いから実施されたもので、感染防止対策が十分に講じられる中行われました。期間中3回実施されたお話の時間では、講師の分かりやすい教理の話に受講生は熱心に耳を傾け、自身の信仰と照らし合わせながら教えを学びました。またジョイアススタイルのテーマでもある感謝について考え感じてもらおうと、体についてのクイズ大会や反対抗のゲームなど多彩なプログラムが用意されました。参加した学生たちは3日間という限られた時間の中、真夏のあやさとで充実した時間を過ごしました。